ミー君の悩んでることの答え。悔しいけど見つけてあげられない気がするんだ。だからハグミは遊園地ライブの方を一生懸命頑張る。みんなが自分のことを気にして遊園地の方が進まなくなったりしたら、ミー君すごく落ち込んじゃうと思うから。ハグミは自分のできることをしっかりやるんだ。そっか、ハグミちゃんの気持ち美咲ちゃんが知ったらきっと喜ぶよ。自分のできること、私は美咲ちゃんのために何ができるかな。今日は遊園地に集まる日だったっけ。まだみんなのいるところに顔出したくないしな。美咲、遊園地に行くならみんなで行きましょう。ごめん、今日は用事があって遊園地には行けないんだ。そんなこと言ってまた一人で考え事をする気ね。え、何の話。今日お昼に誘ったのに考え事をしたいからって断ったじゃない。その時も今みたいにお腹が痛そうな顔をしてたわよ。そういえばそうだっけ。そんなに考えてばっかりいるからどんどんお腹が痛くなっちゃうのよ。いや、お腹は全然痛くないんだけど。一緒に楽しいことをしましょう。楽しいことしたらお腹を痛くしてるものなんていなくなっちゃうわ。ジェットコースターに乗るのはどうかしら。10回くらい乗ったら楽しくて笑顔になっちゃうわよ。いや、だからさ。コーヒーカップでぐるぐる回るのも楽しいわね。それともメリーゴーランドでぐるぐるの方がいいかしら。うるさいな。そうだよ、私は一人で考えたいの。だからほっといて。どうしても考える気ね。それじゃハロハピのみんなで一緒に考えたらいいわ。